はい、皆さん、なんかサックスをね、こう、ケアするっていうか、なんていうんですか、お手入れ、手入れか、お手入れするやつを買いましたよ。このスワブっていうやつですね。汚れた缶の中をね、こう、拭くやつがあるんですけど、まあ、それが1760円っていう。高いですね。ソプラノサックスにも使えるみたいなやつなんですけど、まあ、なんか最初棒にね、なんかガーゼ巻いて突っ込んで洗おうかと思ったんですけどね、全然棒がね届かなくてですね、長い棒じゃないと届かなくて、まあしょうがないから買いましたけど、あとね、あとこれですね、なんかコルクグリス605円。高いです。中古でね、買うと何にもついてこないんで、これ全部買わなきゃいけないんですね。他にもまだなんかタンポの掃除するやつとかもあるらしいんですけど、それも買わなきゃいけないですね、いつかね。ということで、お金がかかる、まあ遊びというかね、趣味でございますよ、本当に。はい、でこのコルクグリスっていうのがですね、付け方をちょっとやってみたいと思います。初めてなんですけど、まあ、YouTube とかネットとかでちょっと見たやろうかなと。コルクの先端につけます。ちょっとわかんないですけど、どれくらいつけるのかも適当につけました、今。ちょっとわかんないか。で、これをなんか手でね、伸ばすらしいですね。そうすると、マウスピースが、まあ、入りやすくなるのかな。コルクも傷まないのかな。わかんないですけど。このコルクもね、なんか買えるの高いらしいっすね、本当に。というわけで、これを開封いたします。開封動画でございます。このスワップ、なんと1760円。高いですね。ヤマハのやつですね。まあ、ヤマハなんで、素材とかは間違いないと思うんですけど、これがスワープ。ちょっと見にくいですけど、なんか三角形になってます。後ろから入れると、入れる、下から出てきました。下っていうか上で、これね、なんかね、詰まるらしいんですよ、ソプラノサックスって狭いから。あんま引き抜いちゃダメみたいなことを書いてありましたね。引き抜いちゃっていいのか。引き抜けそうだ。もうなんか汚れてる、ツバで。さっきちょっと吹いたから。すごいね、これ。汚い。おお。おお、なんか手品みたいですね。あ、やばい、これ。あ、詰まったかも。調子乗って引っ張ってたら戻るかな、これ。切れそう、糸。ああ、どうすんだこれ。事故った。やばいやばいやばい。あ、抜きない。これ無理やり引き抜きましたけど、引き抜いたらまあ取れそうなんですけど、これ無理やり引き抜くなって書いてあったんですよね。サックスが壊れるって。ああ、でもまだ取れねえ。取れた。やばいっす、これ。もう壊れたかも。
無理やり引き抜くとなんか曲がるとか曲がっちゃったりして壊れるからやめてって楽器屋に持ってけって書いてあったんですけど、無理やり引き抜きましたね。とこれもう一回やってみるか。でこう調子のところ手品みたいにね、こうなんか最初は全然簡単に弾き抜けるんですけど、途中からめちゃくちゃ硬くなるんで、もうやめます。下にまだ出てる時に抜くようにしよう。ちゃんとこういうのね、書いてありましたね。布をよく伸ばしてからご使用ください。そういえばさっきの布がなんかくしゃくしゃにしたまま入れましたね。伸ばして入れればちゃんと通るかもしれないですね。